さあ今日は有酸素系のトレーニングをここでしたいと思います。まあ、有酸素系のトレーニングする理由というのは、まあ、直接スキーが上手くなるという体の使い方を覚えているよりは、まあ、長いシーズンの疲れを抜いたりだとか、長いシーズン戦っていくための体を作ったりだとか、そういうあのなんか心肺機能というか、長いシーズンを乗り切るための体力を養うという意味で有酸素運動をしっかりやっています。今日はこの湯沢の中央公園のグラウンドを使って少しラントレーニングとか腹筋とかをしていきたいと思います。そうですね、6月7月は結構フォームになっていると思います。では行ってまいります。走るだけじゃなくて、こういう椅子、ベンチ見つけたら、今何やってるかっていうと腹筋してます。こうやって腹筋やったりして、公園にあるベンチとかも結構利用してます。さあ終わりました。今クールダウンしてきました。今日はですね、毎回ここに置いてるんですけど、石をね、19個かな。今日はここ19周走りました。クールダウンしてきたんで、まあ20周ですかね。ありがとうございました。お疲れ様でした。